はい、今回は投資と副業で独立して以降の僕の一日ルーティンを取っていきたいと思います。まあ、仕事スペースの全体像は、こんな感じですね。で、今は7時前ですね。だいたい今7時から8時の間には起きるように、してます。まあ、とはいっても結構眠いので、簡単に米国市場の様子と為替の様子を確認したら、すぐに外に出ます。で、そこから朝活に向かいます。最初にちょっと経済のニュースを確認します。よく使っているサイトはミン株と、あとはモーニングサテライトです。まあ、興味あればぜひ活用してみてください。で、朝何を優先的にやるかというと、これは自分のルールがあって、一番面倒なことからやります。で、今日は仮想通貨とか NFT 投資の勉強と、あとはブログです。まあ、為替チャートを見つつ FX もできそうであれば取引をします。午前中は脳が一番冴えてるっていうことで、一番疲れること、脳に負荷のかかることを先に処理をします。時間経過につれて楽な作業とかに移ります。まあ、これ人生全体に言えるかもしれないんですが、苦労することを先にやって後で楽しみたいっていうふうに思ってます。起床時間、就寝時間、休憩時間、タスクはスプレッドシートで管理してます。まあ、行動が習慣化するまでは特にこういう管理が超大事だと思います。僕は高校時代遊びほけていて、一時期は進学先はないっていうふうに担任からも言われていてですね、とてつもなくそのことをその後後悔したんですね。全ての原点かもしれないです。だからもう先延ばしは絶対しないと固く誓ってる感じです。で、昼までに重要タスクは終わっているので移動します。ここはどこかというと、東京駅です。結構家から近場の大きな駅になるんですけど、ここに来た理由は買い物とかじゃなく、公園です。皇居の前に、まあ、大きな広場みたいな公園があるので、ここによく来てます。僕は趣味とかあんまりないんですけど、まあ、唯一毎日やってることっていうのが、まあ、散歩ですね。結構いろんな場所を歩いたりしてて、まあ、1日1時間とか散歩することがあります。まあ、今はこう時間的な自由が結構あるっていうのもあって、まあ、都内いろんな場所をこう散歩して歩いてます。こういうところで動画のネタを考えたりとか、 SNS 更新したりとか、あとは調べ事したりを、してます。まあ、散歩もできて気分転換もできたので、ちょっとお昼ご飯買って家に帰ろうと思います。はい、ちょうど家に帰ってきました。僕のデスクはまあこんな感じですね。まあ、メインで使ってるこの Windows と、あとはまあ動画編集とかね、なんかその画像の編集とかを使うときは結構、するときは Mac を使うことが多いですと。で、まあ、チャート画面を見るのはこの iPad とこっちのモニターで、このスマホはほとんど使ってません。で、まあ、これがマイクと、カメラの三脚ですね。で、これが結構使いやすいんですけど、なんかロフトで買ってきた、なんかいろいろ書ける、メモみたいな感じですね。こんな感じでいろいろこうやって書けるんですよ。で、ここをしたら消えると、まあいろいろちょっとメモしたい時とかね、ここにメモして、で、まあいらなくなったら消すみたいな感じで、使っています。で、これは何かというと、静電気の防止ツールみたいな感じですね。まあ僕ですね、静電気めっちゃ来るんで、こういうところに触る前にね、こうやってやって静電気除去してから触るようにしてます。あとこれ結構ね、どっか放置しちゃなくしちゃうので、ちゃんとねこれエアタグをつけてるっていう感じですね。で、これはカレンダーなんですけど、まあちょっとね見た目がいい感じかなと思ったんですけど、ほぼ使ってないです。で、ここから夜までは残りの雑務を片付けたりとか、あとはさっき公園で考えた、まあ、ブログとか YouTube とか、まあ、Instagram とかのアイデアですね。これをすぐに、まあ、動画撮影したりとか、画像編集したりしてアウトプットをします。まあ、何かに挑戦するときに最初は完璧を求めないですね。まあ、6割とか7割の完成度でとにかく前に進むというのを大事にしてます。まあ、速攻動画撮って編集したりとか、もう記事を書いてアップロードするとか、あとは投資であれば少額からすぐに実践をします。で、22時以降はアメリカの市場が開くというところで、まあ、ニュースを確認したりとか、チャート分析したりとかですね。あとはまあ FX とかもやったりしてます。まあ、YouTube とか見ながらですね、まあ、ゆっくりトレードをしてるような感じです。はい、僕の日常はこんな感じです。で、最後に、まあ、投資は常に資産が減るリスクを伴うので、リスク管理がとても大事です。でも、かといって低リスクだけを追い求めると、結局あんまり資産が増えない投資スタイルになってしまうので、まあ、リスクを正しく取って、まあ、キャピタルゲインですね。インカムゲインではなく、キャピタルゲイン、値上がり益を狙っていくことも大事だと思います。そして投資金額を増やすためには、まあ、副業で安定収入を同時に得るということも効果的だと思います。まあ、僕は SNS の副業を選びましたが、このあたりも今後発信していきたいと思います。僕のチャンネルではこんな感じで投資ノウハウとかですね、個人で稼いでいく生き方について発信をしていきたいと思いますので、よろしければグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。